皆さんこんにちは、井ノ口彩子です。私は今ですね、富士五湖にありますタワースポット、富士山のふもとにあります忍野八海に来ております。見てください、川の水がめっちゃ澄んでて綺麗、そこまで見えますよ。さっきはお魚がたくさん泳いでました。今回の旅は水とパワースポットがテーマということなので、今日一日水とパワースポットたくさん感じてパワーをたくさんもらっていきたいと思います。この忍野八海には逆さ富士が見える鏡池というものがあるみたいなんですけど、どこだろう。てか待って、めちゃめちゃ富士山が綺麗、近くだから色までわかります。今の富士山には雪が積もってないんですね、夏の富士。あ、見つけました、鏡池、ここだ。逆さ富士見えるかな。ワールドヘリテージ、世界遺産なんですかね、すごい。じゃじゃじゃん、お、うん、逆さ富士どこだ。あ、あー、あれあれですね、見えるかな。ちょっと伝わるかわかんないので、今から私がインスタ映えするような写真を撮りたいと思います。張り切って。あ、でもこしゃがんだら結構見える。ちょっと待って、伝わるかな。はい、渾身の一枚が撮れました。ででん、こちらです。やっぱり富士山が2つも写ってるので、かなりパワーのある写真になってると思います。これ待ち受けにしたら願いが叶うかも。とか適当なこと言っちゃってる。私の願いですか、うん、また旅サラダプラスで旅ができますように。また旅サラダプラスで旅ができますように。先ほど忍野八海でパワーをもらったので、さらにパワーをもらいにこちら東円寺さんにやってまいりました。おごそかな雰囲気なんですけど、こちらではなんと座禅の体験ができるということなので、人生初の座禅にチャレンジ挑戦していきたいと思います。まあ今26歳なので、もっといろんなお仕事に挑戦していきたいなっていうのを、もやもやというよりは願いを込めて座禅していきたいと思います。精神統一的な感じなの。でも私すぐいろんなこと考えてフラフラしちゃうんですよね。大丈夫かな。綺麗、夏ですね。失礼します。あー、でもなんか緑が多いから涼しい。ではじゃあ参拝する前に手を清めてきます。気持ちいい、冷たい。手が清められました。よろしくお願いします。こちらこそお願いします。東円寺さんのご住職さんにお話伺っていきたいと思います。お願いします。はい、なんかこう座禅ってよく聞くんですけど、うん、私初めてするんですけど、うん、こうなんか座禅をする時の心得みたいなのありますか。うんうん、そうね、仕事だ、イライラだ、ね、はい、あ、眠いだ、あ、いや、いろんなこういうね、ことが頭の中に常に常に入ったようで、はい、心が乱されている、うん、頭も見えます、はい、これをすべて一旦こうシャットアウトする、考えない、雑念を考えない、ね、そう、こういうのを、ね、一旦シャットアウトする、うん、そうすると先ほど言ったような自分見えなかった本来の自分の姿、あ、私には本当はこんないいところがあるんだと、こんな特技があるんだとかね、うん、グラグラしているの、やっぱ仕事とか、うん、もやもやとか、うん、今日のご飯とかは考えちゃいますね。はい、でそれを一旦ね、はい、わずかな時間ですけど、はい、シャットアウトする。シャットアウトして。でそうするとね、こうなんか知らない、さっき言ったようにね、大自然の中で、こう座って自然に包まれているというふうな静寂な感情をね、うん、一時、味わうことができます。はい、そしたらですね、まず足はね、最初はあぐらをかいてください。はい、こうあぐらをね、こういう形を作ってください。はい、ね、作りました。そして目を半眼って言ってね、目を半分閉じます。半分閉じ。で、ということは、
少しね、あの50センチぐらい前をこう見る感じで、なるほど、これがあの座禅の座るスタイルですけど、はい、いろんな雑念をシャットアウトする経験をしてください、はい、で鐘の音に合わせながら入っていきます、ということで東円寺さんで座禅体験してきました。しっかり心も体も綺麗になって雑念が抜けたかと思います。どうですか、伝わってますか？はい、生まれたての綺麗な澄んだ水のような心になってると思います。ぜひ皆さんも体験しに来てみてください。